さて今回は前回に引き続き GP セカンドの解説になります。 GP ファーストの解説見てない人はそちらも合わせてご視聴ください。というわけで早速見ていきましょう。 GP セカンドの基本情報はこんな感じ。まず最初に注目すべきはやっぱり参加者数でしょう。前回の約2倍です。でそれに伴い会場もより広い東京流通センターへと変更されました。で次開催日の5月28日なんですけど、これなんとドギラゴンバスターが収録されている革命ファイナル第1章の発売日と被っています。さすがに公式はバカじゃないんで発売日のカードは使えなかったんですけど、これは本当に使えなくてよかったと思います。これ僕当時の記憶鮮明に覚えてるんですけど、当日別の会場で行われた全国各地の CS でドギラゴンバスターの入賞が相次いだんですよ。だから5月28日って GP セカンドの開催日でありながら環境が大きく変わった瞬間でもありました。もちろんこの日 GP の会場に入った大半の参加者はまさか自分の最強結論デッキがポットでの新入りにボコされるなんて夢にも思っていません。彼らが現実を知るのはそれから約8時間後となります。で次今回配布されたプロモカードの価格ですがこんな感じです。大半の GP プロも僕実は前持っててですね、オークションに売り出したっていう動画があるんで、暇な方はぜひそちらも合わせてご視聴ください。でちょっとネタバレになるんですけど、その時の落札価格が105万だったんですよ。で僕確かあのカード60万いかないぐらいで仕入れてるんで、だいぶいったなと思ってもう顎外れかけてたんですけど、今こいつ120万するんですよね。もう多分今の TCG 骨董品シリーズは金買うよりよっぽども。それでは GP セカンド事前メタゲーム予想です。本大会の中心にいたのはこいつレッドゾーン、俗に赤人脈と呼ばれてるデッキタイプです。プレイ難易度もそこまで難しくなくて、それでいて速くて強いので、使用者の最大母数はおそらくこれであろうっていう推測が立てられていました。また GP 前には赤黒軸のレッドゾーンっていうのも出てまして、まあザブラックとか黒いヘッドとかレッドゾーン X 入ってるやつですね。こちらもある程度の母数が出てくるだろうと予想されていました。そのため本 GP ではこいつらをどうやって対策するかが攻略の鍵になっています。ちなみに余談ですが、このレッドゾーンというデッキ公式からの愛着が凄まじく、この後何回も環境落ちしては公式からのバフで復帰することを繰り返します。その結果今どうなってるかについては後日また解説動画出します。さて話は戻って、さっき赤侵略強いって話したんですけど、その赤侵略に有利なデッキとしてアナカラーデッドゾーンというデッキも優勝候補にありました。こいつコントロールに特化してまして、後にガローズホールが殿堂入りするきっかけにもなったデッキです。ちなみに愛用者がかなり多くてですね、当時の CS でも使用者数は1、2を争うレベルでした。そしてそのアナデッドに対して有利がつくデッキがボルトネクスト、 GP ファーストでもおなじみのデッキです。ただこのデッキアナデッドに対して有利な反面、赤侵略に不利がつくっていうデメリットを抱えています。ただ一方的にボコされるわけでもなくてですね、ボルシャックドギラゴンっていう強力な受け札を獲得したことでぶっちゃけそこまで不利ではないんですよ。もう上振れ次第では全然勝てるので、ぶっちゃけ優勝候補の一つでした。というわけで GP 前の環境基本的にこのトライアングルを中心として回っていまして、あとはまあ外の方にイメンブーゴがちょっといるかなって感じでした。さてそんなわけで実際の結果どうなったのか早速見ていきましょう。 GP セカンドベスト8のデッキがこちら。知らんやつしかいません。オフ会の会場みたいになってます。まあちょっとこいつらの話したいんで、先に本命のデッキから軽く見ていきます。まずバイクですね。大体の参加者バイク倒すことを前提に構築組んでるので、案の定ボコボコにされました。で次モルネク、こいつはまあ上々の活躍ですね。見事トップ入りを果たしたモルネクなんですけど、バイク系のアグロ攻略するためにドキンダムプラスボルシャックドギラゴンのパッケージで受けを強化する禁断カウンター型を採用しています。ちなみにこのデッキを使用したトップライフ選手ですが、準決勝の最終ゲームでボルドギーからメンデルスゾーンをめくって敗北したため、自分への戒めとして一時期ツイッター上の名前をトップメンデルに変えていた過去があります。続いて穴からデッドゾーン。このデッキいろんなデッキに対して5分ちょいの勝率っていう中途半端に強いデッキなんですよ。なので GP のような長丁場の戦いではどこかで相手のアドレによって蹴散らされるので、予選を上がりにくいんですね。そういった事情で本大会ではうまく結果を残すことができませんでした。てなわけで大方の予想を裏切り、優勝候補だったトライアングルは散々な結果に終わった GP セカンドですが、次に実際に結果を残したデッキを見ていきます。まずは本 GP 優勝デッキから紹介します。マクロループですね。このデッキの基盤はファランクス選手が作成、そのデッキを数名に共有し、 GP 前に開催された赤レコ CS で3人が予選を勝ち上がります。でこの大会ではベスト16落ちが最高成績でしたが、なんかやばいデッキがいるっていう情報が周りに伝達されます。ただ当時の公式はフィニッシャーがララバイだったこともあり、1試合終わらせるのに膨大な時間がかかってしまう欠点がありました。そのため制限時間の短い GP では関係ないデッキだと思われてたんですが、 GP 前週に行われた別の CS でフィニッシャーをアレフィナにすることで所要時間を大幅に短縮した構築をパナ選手が作り上げ、見事4位入賞を果たします。そしてこのデッキがセイナ選手に受け渡され、そのままセイナ選手が見事優勝を果たしました。ちなみに今ちょろっと紹介したパタ選手ですが、次回 GP スタートで大暴れします。で、このデッキの勝因は初見殺しもそうなんですが、やっぱり受けの硬さですね。当時結構なビート環境だったんで、相当環境に刺さってた印象があります。次、緑ターンサソリズループ。これもともとサソリズっていうデッキタイプ自体はあったんですが、当時は軽く横に並べたら相手の体勢が整う前に殴っていくっていうビートタイプが主流でした。しかしこの時からループは可能だっていう情報自体は水面下で流れてたんですよ。で、事件が起きたのが GP2 日前。この日開催された非公式インターネットデーマこと DM ボルトの大会で、ループ軸のサソリズが優勝を果たします。これにより
により、その前方が明らかになり、その強さに気づいた人がループ軸のサソリ2を使用し、見事2位3位を獲得する結果になりました。これはもう勝因目ともなく、ただ強かったです。ちなみにこの緑ターンサソリスループというデッキ、後にとんでもないカードが入った結果、なんとサソリスが抜けます。そしてもう一席紹介しておきたいのが、これ GP デッドエイト入賞を果たした緑天文です。まあこいつの解説については以前プレゼン解除選手権の光文明編でガッツリやってるんで、そちら見ていただければと思うんですけど、まあ簡単に解説すると、ミルザムが殿堂入りしたから緑入れてディメンションゲートで引っ張ってこようっていうコンセプトで開発されたデッキです。これマジでとんでもないデッキでしたね。クソ強かったです。あとやっぱ受け特化のデッキってことで、ドギラゴンバスターに対抗できるデッキとして、この後も長きにわたり使われることとなります。というわけで GP セカンドの解説以上になるんですが、まあ一応身の上話もしておきます。僕この GP セカンドでベスト32まで行きました。使用デッキは青黒デッドゾーン。 GP 直前に行われた富山の CS で優勝して調子に乗ってたこともあるんですけど、まあ穴からデッドゾーンと赤侵略殺せるデッキで、なおかつモルネクに対してもハンディス次第で全然戦えたんで、進駐することを決意して握りました。ちなみに最後僕が負けた試合のカバレージが残ってるので、まあ一応概要欄に掲載しておきます。ただまあ別に僕負けてるんで見なくていいです。というわけで以上 GP セカンド編でした。次回 GP サード編マジで面白いです。お楽しみに。今何なの優勝？バンベートーベンっていうカードですね。あー、あれか。はいはいはい。あいつ確か今の相場で4万ちょいっすね。やっぱ DM バグってるね今ね。でもバグってます。あのシールド戦っていう種目があるんですけど、パック向いてその場で戦うやつですね。うん、15パック向いて、すると45枚出てくるんで、そこから30枚ピックして戦うっていう戦いがあるんですけど。30枚なの？30枚ですね。へえ、俺でもできんじゃん。じゃあそう、シールド戦はちなみにもっとやばいです。あの商品がプラスアルファでもらえるんですけど、うん、ベスト4入ったら、4万5千ですね。やばいね。ベスト4で4万5千で、3位かな、うん、2位3位が、倍になります。おお、化け物だな。9万ちょいかな。すげえな、今の DM はインフレしてるね。とんでもない、本当に。これはみんな出るわ。32ですよ。32の大会でベスト4で4万ドだけっすよ。あー、それは出たら出るいけるね絶対。普通に気狂ってるからな。やばいね。2ブロックはマジで気が狂ってる。それで相場落ちないんだな。そうなのよ。いや、まず少ないんだろうね。マジで意味わかんなくて、いや、まあ、毎週毎週相場ってか、その数は増えるはずだから、理論上相場は落ちるんですけど、なぜか落ちない。確かにバグってるね。なんかおかしいバグり方してる。こいつの解説については以前プレゼン解説選手権でちょっとやったんですけど、まあ、要はミルダムが殿堂入りした時にですね、要はミルダムが殿堂入りしたから緑積んでディメンジョンゲートで引っ張ってこようっていうコンセプトで開発されたデッキです。このデッキはもう革命でしたね。もうとんでもないデッキだなと思いました。ちなみにこの緑天文はドギラゴンバスター環境でも生き残って、最終的にミルダムがプレミアム殿堂入りして終わることとなります。ちなみにこの緑天文っていうデッキはドギラゴンバスター環境でも全然戦えてたんですが、最後ミルダムのプレミアム殿堂入りで散る結果となっています。ちなみにこの緑天文はドギラゴンバスター環境でも全然戦えてたんですが、最後ミルダムのプレミアム殿堂入りで散ることとなります。